今回はリモートで、ヴィッセル神戸の監督の三浦篤弘監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、ここまでチームの具合は。なんか選手に聞いたら結構しゃべ走ってるって話でしたけど。はい、もう結構今までにないぐらいやってます。あ、まあ、そこは福田さん、一応理由があって、はい、やっぱり昨シーズンもラスト15分とか、うん、で、やっぱり体力がなくなってきたら脳が停止するというか、うん、集中力がなくなって、うん、もう予測も遅れて、うん、準備とか反応も全部遅れるっていう、うん、あ、昨シーズンの59失点かな、うん、これはもう絶対改善しなきゃいけないということで、うん、まあ福田さんも分かると思いますけど、僕日本一きつい練習してた高校出身じゃないですか、ね、そうだね。だから今までよりはもちろんやってるんですけど、うん、僕の中では、うん、でもこれ当たり前だよなっていう感じなんですね、うんうん。だから先ほどインタビューに出てたホタルとかゴトクは、うんうん、もうこのチーム全体の練習の後に別でも走ってますから。ああ、そうなんだ。だから彼らからしたらもうもっとこう欲しいっていう感じじゃないですかね。ああ、なんかさっきねホタルに聞いたら、神戸に来てからはやっぱり一番走ってるって言ってるけど、やっぱり他でもね、うん、彼はセレッソにもいたりさ、いろんなところでやってるけど。うん、そこでももう少し走ってるからって、うん、まあちょうどいいぐらいかななんて言ってたけどね。やっぱりちょっと走らなすぎたのかな、はい、やっぱり今までが。それはね、僕はもう少し、やった方がいいかなっていうの。昨年はね、やっぱりコロナの影響もあったので、うん、なかなか試合がずっと続いてたじゃないですか。うん、うん、そうだね。だからその体を鍛えるっていうところよりも、やっぱりコンディション調整の方にどうしても時間を割く。うん、多かったんですけども、本当今しかできないじゃないですか。そうだね、うん、なので今は選手たちはちょっと厳しい、練習かもしれないんですけども、先ほどももうこの今取材の前にミーティングで、やっぱり個のレベルをしっかり上げること、うん、でここにはやっぱり意識の高い選手もたくさんいるし、うん、もうそこは競争だと、うん、やっぱり上のレベルに追いつくためにはね、同じ練習やってたら追いつかないですね。そうだね、うん、だからそこはもう意識してやってほしいということで結構はっきり言ってますけど、ね、あ、で、まあ、今の話とちょっと重なるかもしれないけど、今シーズンね、はい、まあ、どんなチームを作っていきたいのかなっていう、まあ、昨シーズン今お話あったけど失点が多かったでしょ。そこも踏まえてどんなチームにしていきたいっていうのを思ってるかな。はい、あとやっぱりチームコンセプトっていうのがすごく重要だと思ってて、うん、まあ、失点を減らすっていう作業もずっとやってるんですよ。実は昨日も、うん、今日もやってるんですけども、うん、攻撃の方はですね、やっぱりボールをしっかりとゲームをコントロールしましょうっていうので、アタッキングサードまでは ある程度いけたと思うんですね、うん。ただ、そこからしっかりとしたブロックを作られたときに、どうしてもそのブロックの中に侵入していけない。うん、ここをなんとかみんなで、もっと得点を取っていこうということで、うん、無駄になるかもしれないと思って、こう、無駄走りをしないんですよ。なるほどね。うん、だから僕はそれ、いや、無駄走りじゃないと、うん。やっぱり背後にしっかりとランニングすることによって、相手の守備陣形が崩れますし、うん、じゃあセンターバックが真ん中にいるよりも、やっぱり外に引っ張られた方がいいだろうし、うん、そういうのも含めて、やっぱり、今年は、効果的なランニングっていうのは選手が要求をしていきたいなと思ってます。うん、やっぱり全体的にもう少しこう量かな、運動量も含めてだ、うん、量質のとこはね高いものを持ってる選手だけど、少し量が足りなかったっていうことなのかな。はい、そう、うん、それもありますし、やっぱりね、相手あっての J リーグもレベルは高いと思いますし、相手も本当に、ね、うんうん、こちらのストロングのところを抑えにくいと思いますし、うん、それはボールを持てば勝てるじゃないと思うんです。うん、なので、自分自身が考えているのは、勝つためにしっかりボールを持ちましょうと。うん、その中で相手をいかに相手の守備陣形を崩す、うん、
ための効果的な動きっていうのは、もう昨シーズンはもう全然足らないと思ってます。うん、だからそこはもう手をつけていきたいなと思います。うん、まあ昨シーズンと違って今シーズンはまあ ACL もないし、ちょっとイレギュラーなね、はい、昨シーズンシーズンでさ、先ほども話あったけど、やっぱりコンディション調整でいっぱいいっぱいだったから、思うようなね戦いできなかったと思う。今シーズンは少しねスケジュール的には時間もあるし、その辺はねピッチの中でしっかり表現できるのかなっていうのもんだけど、その辺はどうかな、スケジュール的なこと考えても。そうですね、もう福田さんのおっしゃる通り、昨シーズンは本当にイレギュラーな年、うん、でもう自分自身が9月から監督を引き受けた時、うん、というのはACL があったので、うん、もうなんとかそこに向けてっていうことですごくこう、うん、難しかったというか、まあ僕自身ね、初めての監督経験で、うん、やはり他の方たちに比べたらもう全く経験がない状況でスタートしてるので、うん、もう本当にこう、余裕がないというか、もう必死にやってましたね。うん、なんとか ACL に向けてと、うん、で今シーズンは、やはりそのスタートからしっかりとした準備ができるっていうことと、うん、やはり昨シーズンも本当週2回の試合がずっと20何連戦とか続いたりしてたんですね。うん、初めの頃はやっぱりその、ACL で韓国に遠征に行ったりとか、そういうのもあったので、それに比べたら今シーズンはやはりしっかりとトレーニングもしながら試合をしてっていう、ローテーションでできるんじゃないかなと、は思ってます。うん、で、まあ、ちょっとネガティブな話になっちゃうんだけれども、はい、新外国人のリンコンがねちょっと入国できないと、はい、まあ、いつ入ってこれるかもちょっと分からないよね、はい、まあ、来てもどのぐらいやれるかもちょっと分からないと思うんだけど、はい、でもう一つ一番のもう問題はやっぱりイニエスタの怪我のとこだと思うんだよね、うん、まあ、いつ戻ってこれるかちょっと分からないんだけど、はい、そういう部分考えた時に、まあ、その選手たちがこう、まあ、監督はねイニエスタがいるときといないときでやっぱりやり方を変えなきゃいけないんじゃないか、戦い方も変えなきゃいけないんじゃないかみたいな話をしてましたけど、はい、それは今シーズンどういうふうに考えてますかね。そうですね、もうやっぱり開幕してある程度の時間っていうのはいない中でやらないといけないじゃないですか、うん、なので今いる選手の特徴とかを踏まえて、選手選考と組み合わせっていうのはしっかりと考えなきゃいけないと、うん、戦い方は当然変わってくるんですけど、うん、やはりベースの部分を今しっかりと上げましょうということでトライしてますから、うん、例えばリンコンとかアンドレスが戻ってきたときに、さらにこのチームにとってプラスアルファになるようなチーム作りっていうのはしたいなと、なるほどね、思ってます。あ、でその中で、まあ、ちょっと言いづらいかもしれないけど個人的な話で、ね、特に期待してる選手っていうのはいるかな、まあ、若い選手でもいいし経験のある選手でもいいんだけど、まあ、個人的に名前挙げたくなかったらいいんだけど言わなくても。福田さん、ん、個人的に挙げられないですよ。そうだよね、個人的に挙げられないよね。いや、もうでも本当に期待したい選手って、僕の中でいっぱいいるんです。うん、まあ、ある程度、その計算のできる選手っていうのは当然今まで試合に出てきてる選手で中心になってきた選手っていうのは計算できるじゃないですか。うんうん、でも、やはり若い選手とか、少しこう経験積んで、例えばもう今うちのトップでプレーしてるプレイヤー、もう先ほど取材を受けたホタルとか、豪徳とかに引っ張られる形で今若手が急成長してるので。なるほど。だから彼らが本当にチームの戦力としてね、うん、もう本当に計算できるような選手に育ってほしいなとは思ってます。うん、やっぱね、若い選手がこう出てこないとチーム活性化しないもんね。そこはやっぱ期待してるところでしょ。そうですね、それはもうありますし、うちの選手たちはもう本当メンタリティが素晴らしいです。あ、だからすごい謙虚だし、まあ、うん、キャプテンのね、アンドレス・イニエスタが、ね、もう実績もあれだけ残してきたのに、うん、やっぱりそのキャラクターというか、メンタリティ、うん、練習に取り組む姿勢とか、うん、人に対する対応とか、うん、その発言力とかね、その辺も含めて、やっぱりお手本がいるので、うん、本当にうちの選手たちっていうのは、
ほとんどの選手、まあみんなですよ。全員すごい、性格、もう気持ちの爽やかな選手が多いなと思いますね。監督、そういう選手じゃないと嫌いだもんね。はい、嫌いです。そうだよね。はい。蛍にしてもね、豪徳にしても、やっぱそういうところあるもんね。しっかりとしてるしね。やっぱ感謝の気持ちとか、謙虚さを忘れてないもんね。はい。だからそういうものがなければ、僕はもうストレートに伝えてますね。それはね、呼んでね、言ってね。で、まあ、最後にね、今年の目標、これちょっと聞きたいんだけど。シーズンの最初からまあ指揮を取ってるわけなんで、そう初ですめてのね、そのシーズンだと思いますけど。ね。やはり昨シーズンに ACL に出場して、我々の目標であるのは、やっぱりアジアナンバーワンのクラブになろうということが目標ですから、そこにもう少しのところまで行ったと思うんですね。やはりああいう大会に出て、普段経験できないものっていうものも、うちのクラブ全体としてできましたから、やはりあの場にもう一度立ちたいということで、ACL の出場権を獲得する、が今シーズンの目標です。そうだね。で、今ね、クラブワールドカップも行われてるけどね、やっぱその舞台に立ちたいよね、やっぱね。そうですね。それが一番のやっぱり目標ってことになるのかな、最終的にはね。クラブのね。そうです。すいません、ありがとうございました、なんか忙しいともころ。う、福田さん、もう毎日が必死ですよ。いや、いいんですよ。いいんです、それで。いや、なんかね、別の取材で、でも今シーズン初めから指揮を取ってチーム作りできるっていうことで、楽しみですかとかって聞かれたんですけど、もう、笑いながら、いや、楽しさよりも、もうとにかく必死ですと。いや、もう今、だからすごくいい経験させてもらってますし、でもね、監督、俺が見ると、その必死にやってる感じが出ないのよ。僕ですか？そうなのよ。余裕があるように見えるっていうのは、非常に、これは周りに対しての影響っていうのは非常にいい影響を及ぼすから、もうテンパってる感じがもう外に出ちゃうとさ、僕はちょっとプライベートで一緒にやってるけど、いつもやってるスポーツでさ、そういうところ見せたことないじゃない？だから俺監督向きだと実は思ってて、本当ですか？本当に。それはわかんないよ。戦術とかサッカー感とかもしっかり持ってるけど、そういうのしっかりとさ、まあ、ブレインを置いてさ、ただその勝負どころの勝負のところに関しては、いつもそのいわゆる勝負どころでポーカーフェイスみたいな言い方するけど、やっぱりそう感情があんまりこう外に出てこないから、そこまで。なんか弱い感じでもないし、慌ててる感じは全然見えないから、それってやっぱ相手嫌だからね。なるほど。それは俺ずっとそういうふうに思ってるよ。でも福田さんね、実はね、もう一人で部屋でね、夜ずっとこう考えてて、この選手もっとどういうアプローチした方がいいかなとか、じゃあ明日の試合はこういう展開になりそうだから、ここのプレイヤーがキーになるなとか、考え出したらね、ずっと一人でね、もう結構寝れないぐらい考えちゃうんです。まあ監督みんなそうみたいよ。でもそれはみんな通る道だし、それが苦しいかもしれないけど、楽しくなってくるんじゃないの？楽しいんじゃないの？もまあでも、必死にやってるこの時間っていうのも楽しいかなと思いまう。そうすだよね。そうだよね。ね。でもね、やっぱり勝たないと楽しくないいかや、な。もうその通りだね。その通り。それはもう、勝負の世界でいつも気にしてるじゃない、それは勝負でさ。それは高そう。だ校時代からから、ずっとやってきてんだ勝から。負をとって、でも僕結構好きなんですよ。まあ、そ福う田ね。さんはね、プライベートも一緒に遊んでもらったりしてますから、よくご存知かもしれないけど、やっぱりね、引退してからっていうのは、なんか勝負するものないかな、いつも自分で探すんですよ。もう、例えば、エレベーター待ってる人がいたときに、みんながあっち待ってるけど、絶対こっちの方が早いよとか、くだらないなんか勝負事をいつも探す。まあ勝ち負けやっぱ好きなのよ、それは。だと思いますね。だからやっぱりそれは。でもあんまりそれがね、表に出る感じじゃないのがまたいいのよ。ああ、そうですか。それそう、は俺はそう褒められ思う。てますか。あいや、本当その通りだと思う。りがとうございます。体壊さないように、しっかり。ということは、今、福田さん、今、近くにいるってことやる。そう、国際通りの近くにいるんだけどさ。店何もいない、人もいないし、一番店都もいない。会なところにいるわけ。そうなの。こちらもゆったりやってますそうね、いいよね、いいところでね。いや、もう本当に体に気をつけて。ありがとうございました。ありがとう。
いろいろとまたアドバイス、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。